ファビュラスファブスタイルやっていきたいと思います。続きから12月だったもんね。はい、なんだっけ、今どういう状況だっけ。一旦外出して、あ、特に何もいないんだ。どうしようかな。展示会ちょっと行きたい感あるよね。展示会行くわ。で、服が欲しい。なんかさ、今着てる服さ、超絶地味じゃない？なんか、私ちょっとギャル系もね、なんかやっぱなんだかんだ着たいなっていうのあるよね。え、待って、ギャル系結構。うん、これはちょっとなんか不格好よね。そこも、自分の買い物しちゃう。やっぱ自分がおしゃれじゃないとね。え、ギャル系好きな子いたっけ？私もギャル系着ようとしてるけど。いたかな？なんか誰もギャル系好きじゃないのにギャル系着るのもちょっと、ダメかなって今一瞬思ったけど。か、この辺なんかもうさ、レベルもう3になるでしょ。もうすぐレベル3になってからでいいね。クローゼット、ギャル系ってここでロータスね。ロータスでじゃあまとめよう。あ、かわいい。ちょっと待って、かわいいの。モード C。え？ロータスどれ？ロータス。これ？なんかさ、スカートがちょっとごついよね。あ、これでいいんじゃない？これにして。え、なんかダサい。どうしよう。私好みにはならない。これロータスでしょ？ロータス。たまには帽子かぶってもいいかもね。うん。え、ぐらい？ちょっと待って。あ、これもどこでもないんだ。じゃ、これで。いや、だって冬だからやっぱ足そんな出していくの。あ、待って、なんか強そうになった。なんか、いい意味でね。いい意味でよ。なんか、気の強い女みたいな。で、アカデミーとこ。好き嫌いしないで、ああ、ほんと好き嫌いしてる場合じゃないわよ、あんたは。うん。あ、そうだ、マナーがダメだったんだ、前回。大丈夫かな。販売費および一般管理費を略して、配管費、配管費、よし。キャッシュフォローとはどういう意味かわかるかな。キャッシュフォロー、キャッシュフォロー、お金の流れ。よし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 。利益を上げている会社が現金不足が原因で倒産すること。現金がないんだもんね。でも利益を上げてんでしょ、黒字。よし。売上原価とは何かな。売上の原価でしょ、商品の。販売価格、商品仕入れ、仕入れ費用、違うな。えい。あー、当てた。経営における黒字赤字という言葉のうち、赤字はどういう意味？支出が収入超過。よし。いいんじゃないでしょうか。今日クリスマスです。あ、ハート出てる。誰だろう。イブか。そうだよね。誰だろうって言ったけど。普段着だけど散歩？ごめん！
最低だ。これ私が悪いよね。そうだよね。うわ、おしゃれするべきだった。ちょっと血迷ったね、今ね。普段着って言っちゃいけなかったわ。戻したい。時を戻したい。時を戻そうしようか。いっそするか、時を戻す。はい、クリスマスまで戻ってきました。初めてよ、テスト以外でこんな時を戻したの。ドレスを着てすぐ迎えましょう。ここを読んでなかったね、さっきね。バカ野郎だね、ほんと。で、ドレスを買っておきました。一個だけ。一個、二個買ったかな。とにかくピンクが、好きでしょ？ってことで、こっちだよな。じゃあピンクってなるとな。これ何も着れんの上。寒くない？え、ちょっとかわいそうにならない？なんか、スイートフェル。なんかあるかな？やべ、足ないかも。足ねえわ。あらら、足がないわよ。まあ、いっか、これで。こんなもんよね、身につけるものって。いや、マジ履いちゃダメでしょ、これは。うわぁ、ダセぇ。もうなんか、寒そう。いいの、これで。いや、絶対寒いって。まあ、でも行こうか。大丈夫これで。お姉さん、今あなたのことを考えてて会いたかったんだ。よかった。その時すごく似合ってて、めまいがするほど素敵だよ。もしこれからパーティー？ああ、残念。一緒に行きたいな。僕も今日パーティーが重なっちゃって。でも早く抜け出すから会おうよ、ここで。二人で夜景を見たいな。ダメ？いいよ。よかった。それじゃあ約束したからね。素敵。メリークリスマス。これはね、見なきゃダメなイベントよ。ナオミが現れました。ピンクバトルね。私も今ピンクだからねって。超可愛く着てる。どこで買ったの？あんたのその服、地味ね。ショップやってるからって何でもいいもの見つけられてずるいよ。意味がわかんないんだけど。何この怒り。ちょっと本当にダメ。友達なのになんで教えてくれなかったのさ、ケチ。本当に引っ叩くよって。やだね、ナオミ。イブが待っていてくれました。好き。待ってたよ。ジュルビアンつけてるんだ、私。まだ悲しい顔してる。ねえ、何かあった？親しい人が危険な地に旅立ったことを話し、ああ、そうだったんだ。今日は僕はそばにいるよ。だから今はそのことを忘れて。あら。あ、よかった。素敵なイベントでしたね。来月後期の試験だよね。今度のオールは、私が取ります。やべえな。試験か。ちょっとこの服本当にダメだと思う。はい。ねえ、マリ、素直に言って。私の今の服ダサいでしょ。人件費がもう本当にバーストしてるけど、まあいいよ。お疲れじゃない ?U&A もうね。のテストちょっと不安だな。もうじきビジネスワードの発表ですね。今、追い込み時です。頑張りましょう。そうだね。あら。駅前に巨大広告を打って U&A の力に知らしめてやるわ。あら、そう。無駄よって。ファイナルセールですね。OK。もうそんな時期なの？マジ、服着替えさせて。ダメよ。
マネキンか。なんかドレス売ろうよ。あーでも足がないわね。これはないよ。まあいっかこれで。とてつもなく適当だったよね。開店です。いらっしゃいませ。仕入れはいいでしょう。もう最近身内にも結婚言われてストレスになってます。まあそれはねストレスだね。こういう時は買い物が一番ですよね。デニム素材のものありますか？ OK。 何が好きなの？2年後までに結婚したいが口癖。嫌な口癖ね。あんたカジュアルでデニムね。デニム、待ってどうしよう。デニムはないよ。ライダースだもんねこれ。うわー失敗した。デニム的なのは入れてねえな。デニムじゃなきゃダメ？粘る。まあでもそうだよね。カジュアルでさ、なんか騙そうよ。カジュアル、カジュアル。靴欲しいんじゃない？決めつけ。靴まあいいよ、もう。しょうがない。忘れよ。だってデニムないんだもん。入れなかった私が悪い。いいですね。よくないですね。よいしょ。ああ、惜しい。まずまずです。もう1位でしょ、だって私。ほら、もう月間も達成してるし、でも焦るのはやめておこうと思って。さあ、着替えますよ。ここのブランドいいね。クールステップ。ちょっとここのブランドちょっと意識する私。持ってんのかな他のもの。持ってねえね。じゃあやっぱハッピーローズかな。ハッピーローズがなんだかんだ言って、一番可愛かったりするのよね。うわぁ、なんか無難。すごい無難にまとめちゃった。はい。いや、でもこれからテストだから。私そんななんか、のんきにね、おしゃれしてる場合じゃないのよって。大丈夫？あっち行って。ちょっとこのマナーの D をなんとかするわ。大丈夫かな？前回やったの覚えてないからさ、箸から箸へと渡すこと、箸へと箸へ、渡し箸じゃなかった？授業を聞いていたのか。やばいね、なんか一回やってるはずなのにさ、もう初見な気分だもん。何話される箸使いのうち。ね、聞いたことあるのは眠り橋だけど、小地橋。よし。やってはいけない静かのことをまとめて何と呼ぶ？迷い橋。不正解だ。はい。何を食べるか迷い橋。授業を聞いていたのか。待って、嘘でしょ。正解だ。やばい。料理ダメだ私。てか箸使えない。もう一回だ。もう覚えたから大丈夫。ちさかわいい。もう覚えたよ大丈夫。これでねできなかった私の記憶力マジで赤ちゃん。頑張りたまえ。よし。何を食べる？復讐の必要がある。あれ？
箸から箸へと移すのは広いでしょ。何されるでしょ。なあこれでしょ。で、はい、よし、もう B ならいい。いやもうちょっとアカデミーしか行かないっていうのがもうなんかすごい、千里こんなんだった。じゃあファッション行こうかな。はい、まだいい結果を期待しているよ。あんま期待しないで、ほんと定期的に実行する。プロモーションとこの正しい考え方、正解だ。プロモーションの手段として効率のいい方法はネットを活用するでしょ。正解だ、うん、これ正解だ。プロモーションの正しい意味はどれ。ミュージシャンの審査映像受ける。素晴らしい。私やっぱビジネスなんだと思う。ビジネス超簡単。ひたすらアカデミー行っちゃうからね。おはよう。ビジネスじゃなかった、ファッションだったわ。ファッションなのよ。うん、では始めようか。貸借？貸借り？貸し借り？不正解。そうなの？どのような表？知らんがな。左右に分かれた表。上下。授業を聞いていた。負債。そうだ。負債だけは分かるよ。左側に書かれてるの？知らない。これなんか昔 3DS やった時も知らないって私ずっと怒ってた気がする。資産。正解だ。利益。正解だ。いやこれは難しい問題よ。あら、うん、久しぶりね。もう1年ぶりだもんね。ビジネスアワードの受賞式が近づいてきたわね。調子はどう？まあ、調子悪いのよ、私。ひたすら今。でもね、賞味、彼女の送ってくるドレスもそんなに可愛くないのよね。あ、すごい、全部ゼロ。よし。完璧ね。うん。来月よ、決算ですね。マジ？何も変わんなかった。はい、来ましたよ。皆さん来ましたよ。私が涙を流す。今私どこにセーブしてんの。4月10、ここか。ね多分一発ではいけないんですよ、絶対に。あら、あんた今回喋んないので、前回喋ってきたのにね。いい結果を。いけるとこまで一発でいきたいけどな。計算費。これ、前も間違えた気がする。はい。いい結果を期待しているよ。正解だ。
正解だ。正解だ。いい笑顔だ。笑顔に勝るメイクはないよ。まさかの一回やり直しただけでいけたっていう。いや、ちょっと嬉しい。なんか何回もやり直さなきゃダメかなと思ったんだけど、今回、ちょうどさっき箸のやつをやってたのが良かったなと思う。いい感じ。今期の成績最優秀者は彼女だ。でしょうね。よく学んだ結果だろ。みんなも見習うように。ほんとね、見習って。特にナオミ、あんた見習いな。見習われてもあんま嬉しくないよね。なんか。ほら、ほんと私ノールって決まってたんだから。じゃあなんであんたが取れてないのよ。でしゃばらなきゃさ。いやね、ほんと。どうもありがとう。よし。え、待って。在庫ゼロよ、今。本決算ですね。ビジネスワードに向けて最後まで気を抜かずに頑張りましょう。うっす。うっすって。店長、おめでとうございます。売上目標達成してますよ。いや、すごいね。これならきっとワードも狙えると思うよ。みんなの頑張りは支店長に報告しとくからね。本当に僕も嬉しいよ。ライバルデーに試合奪われないように油断せず頑張りましょうね。そうだね。これで勝ったと思ったら大間違いよ。いやもう、あなた負けてんのよ、すでに。そんなすごい目つきでこっちに睨みつけてるけど。ね。在庫がありません。仕入れますよ、そりゃ。仕入れすぎたら不良だこだ。分かってないですよ。お前だよ、分かってないのは、ピンク。目標はさ、言ってるわけでしょ？だってそんなにいらないよね。適当にお任せ仕入れしてこれでもいいや。そんなにはいらないと思う。で、マネキンは、今適当に、脱製。え、プロモーションしとこ。この後に呼んで私はプロモーションもするよ。まあ、チラシで十分でしょ。てってん。これでね、ほっといても売れると思う。お願いします。ゼロにしたいのよね、在庫。無地のジャケットないっすか。ないっすかって。カジュアルね。どうぞ。よし、お任せ仕入れ、ナイス。いい仕事をしたよ、お任せ仕入れ。いいっすね。スッてつけるのはメンズが好きだね。メンズがつける分には好きなんだけど、ガールズがつけるのはちょっとあんまりって感じ。おい、いい感じじゃない？いいですね。おお、いい、めっちゃいいぞ。何ですの？見て差し上げてもよくってよ。すごい上から目線ね、あんた。何が好きなの言ってごらん、ほら。フェミニンっぽいな。フェミニンか。カジュアル、フェミニン。暗い。あ、でも今秋じゃないもんな。そうか、秋じゃないんだ今。暗い。好きそうよね、こういうのね。窓かね。ケンジやってんだ、すごいね。そりゃすごい女だったわ。来た。ほいほい。Good job. いや、結構普通にいい感じじゃない？ね。Wow. Wow. OK, OK. 20超えてる。優秀。
あら。アカデミー春休みになったね。どこ行こうかな。ずっとお仕事なんだっけ。大変だね。それじゃまた新学期に。喧嘩売ってんのかしら、あの女、本当に。なんだろうね、彼女ね。嫌よね、なんか。誰もいない。美容院でも行っとく？どうもいらっしゃいませ。寒い日が続くね。もうすぐ春。そういえば今回あんまりボイス聞いてないね、みんなのね。ポリクリニックに行ったら、アキラ先生すっごく優しくしてくれて、あったかい人だよね。もう今はね、夢見心地だから、ちょっとぐらいのミスはさ、許してね。許さないんだけど。ねえ、絶対許さないよね。何言っちゃってんのよ、みたいな。全然入荷してないじゃん。ちょっとやる気を感じられないわね。お題はこちらです。そのコスメであなたはプラチナ大将狙い、私はプラチナ男狙いよ。また言ってる、プラチナ男問題。どうしよう。絶対嫌なんだけど。ね、やっぱな、髪型は結局ロングが好きなのよな。カラーだけ変える？うわ、ナオミだ。これ可愛くない？色として普通に可愛いよね。これにしよう。はい、お題はこちらになります。もうセクシーに決めたからモテちゃうよ。モテなかったらじゃあ言う。謝ってって。バレンタインね、イブいるでしょさすがに。あ、ピンク。あ、ジンとイブ。イブ何よあんた、聞いてよ。この近くでチョコの特売やってたんだけど、もうすごい混んでて最悪。待って、チョコガナッシュクリームのケーキ。私はガナッシュクリームのケーキを選ぶわ。美味しいと思うのよね。あら、今日はなんか気持ち悪くってさ、朝からファンイベントでどっさりチョコレートもらったんだ。ダンボール3箱ぐらい。もうカカオの匂い当分かかなくていいや。ごめん、じゃあ私それ捨てるわ。僕にプレゼントくれるの？でもいらないでしょう。ごめん、デリカシーないこと言っちゃったね。嬉しいよ、メルシー。僕、お姉さん、好きな人からチョコは特別なもの。本格派のケーキだね。ね、一緒に食べない？二人で食べたら最高の時になるよ。とろける時を分かち合う。あなたと分かち合いたいなんてね。あらあらあら。イブ優しいよね。なんかそんなさ、だっていらないのにも、ねえ。優しい。ちょっと好感度上昇。はい。ということで、今回はじゃあ、こんなもんで終わろうかなと思います。テストを乗り切れたということだけで、私はもう今ハッピーですね。はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。バイバイ。